天気だね。どっか遊び行こっか。春ステ始まりました。よろしくお願いします。さあ、私突然なんですけど、今日ちょっと声がおかしくて、こう声がちょっと聞いていただいたら分かる通りちょっと枯れてしまっているんですけど、体は元気なので、そうですね、ちょっと聞きにくいところもあるかもしれませんが、今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。そうですね、私と川村ちゃんはもっともっとこの MC を通じてね、仲良くなれたらいいなって。そうですね、仲良くなりたいです、はい、思います。改めて自己紹介します。モーニング娘。ワンセブン12期メンバーの芳賀茜です。最近のモーニング娘。ワンセブンはですね、モーニング娘。誕生20周年記念コンサートツアー2017秋 We are モーニング娘。の真っ最中でして、20周年を記念したツアーになっていましてですね、こう12月11日に行われる、日本武道館の工藤さんの卒業公演に向けて、こうみんなで全力で頑張っています。そしてですね、最近の個人的な近況は、やっぱりちょっと声がかすれていて、自分的にもちょっとテンションが下がっているんですけど、でも毎日こう工藤さんの卒業に向けて、工藤さんとの思い出作りにも最近は必死で、でもこう工藤さんと思い出がたくさん増えていくので、そんな声なんて気にならないぐらい人生が楽しいです。高知県出身、高校3年生18歳の川村彩乃です。最近のアンジュルムは演劇女子部夢見るテレビジョンが始まっています。15日の千秋楽まで頑張ります。そして秋ツアーブラック&ホワイトも行っています。個人的な近況は鰹節を削るのにハマっています。毎日削っては食べて削っては食べてという生活を繰り返しています。今回はこの2人でお送りします。ドキュメンタリーオブハロープロジェクト DOHP のコーナーです。10月7日から秋ツアーがスタートした拳ファクトリー、今回メンバー全員で、あることに挑戦しています。こちらの模様をご覧ください。なんか僕はちょっとこの拳ファクトリーの皆さんの歌聞いて、なんか もっといけるんちゃうかなって気がしてて、実はなんかまとまりそうな予感がしてるから、ちょっと本当にそのベニーさんとかキュートさんを超えるっていうのをちょっと目標でやりましょう。はい、はいはいはい、お願いします。お願いします。セクションごとにやってみましょう。はいはいはい、じゃあまずイントロ1っていうところだけやりますね。最初の4小節、はい、ワンちょ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 っとつもしん、ちょ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 っとつもしん、パラパラ。オッケー。浜浦さん、はい、最後パラっていうババでも音に入ってなかったと思うんだけど、はい、言えたら言ってもらっていい？はい、ちょっとつもしん、ちょ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 っとつもしん、パラ。同じだ。はい、じゃちょっとゆっくりめでハモリを確認しようかな。はい、うん、野村さんと、はい、広瀬さん2人で、はい、ワン、ツー、スー、フォー。パラ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 パンパン、パラ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 パンパンパン、ダダダ。野村さんのパラパラパン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 っていうところが
若干惜しい感じがあるけど、はい、あの狙いはなんか合ってる感じがするから。和田さんは9小節目のところで、はい、広瀬さんと、はい、バーンバーンで一緒なんだよね。はい、で3つ目で分かれていくっていうところの、そうだね、同じところから。よし、じゃあ田口さん、はい、お待たせしました。ワン、ツー、スリー、フォー。パラパラバンパンパラパパラパラバンパンパンパラパラバンパンパラパパラパラバンパ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 ン。いい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 ね。まずは第1位はもう拳ファクトリーの皆さんにアカペラって楽しいんだなという、もうあの楽しんで歌ってもらえるように、したいなというふうに思いましたね。まあ、ライブ映像とかをちょっと見させていただいて、非常にあの個人の歌のスキルが高いなと。でこうしかもこうまとまりがあるなと、うん、そう感じたので、ちょっとあえて挑戦というか、実はベイリーズさんとかキュートさんの時にプラスアルファ一つちょっと和音の難易度を足したというか、一つテンションコードを足したりしてるんですね。なんでやりすぎたかなとかちょっと不安だったんですけど、1回目のリハの時にある程度練習音源を渡して聞いてきていただいて、個人で練習して来てもらったんですね。で、じゃあとりあえず一回合わせましょうかって言ってやった瞬間に、自分の予想を結構超えてきたクオリティで、持ってきてくれたんで、いやーこれはいけるんじゃないかと、うん、自分自身もちょっとハードルを上げた分、上げてよかったなと、感じましたね。一番大変だよね。全然わかんないです。ドゥッ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 。一人でやれば全然できるんですけど。そうだよね。みんなと合わせると思う。一人でできるってことはきっとできるはずなんだよね。うん。なんでもう慣れだな。はい。うん。だからまずはベース、周りの音少なめでだんだん増やしていこう。はい、はい、広瀬さんの、はい、ずっとうん、そこずっとって歌っちゃってたかな。ずっとそう、はい、ちょっとニュアンスをつけたくて、この愚直さ、このなんかもう曲線書いてるでしょ。これを田口さんはこの愚直さ、うんっていうのをちょっとやれるように練習しといて、はい、各自自分がここ苦手だなっていうところ分かってると思うから、そういうところをしっかりちょっと自主練習で、であとちょっととかその掛け声は誰がどこ言うっていうのをみんなに任せるんで、ちょっとみんなで整理しといてもらって、はい、本当に周りの音が入るとすごく自分の音、自分がどこを歌ってるかっていうのも結構分からなくなってしまって、アカペラならではの不安が出てきたりとかもして、最初はすごい苦戦したんですけど、こうこうパートごとに分けていろんな練習の仕方をしていくうちに、だんだんこう自分の音をしっかり聞けるようになったりとか、あとは周りの音もちゃんと聞けるように聞きながら、こう自分の音をこう
自分のパートを歌えるようになったりっていうので、本当になんか、まあ、アカペラの練習はこう仲間がいないと自分ではちゃんと覚えてきたつもりでもこういう風にこう分かんなくなっちゃったりとかっていうのもあるので、本当にこう周りと合わせるっていうことが大事なんだなっていうのをすごく実感しました。すいませんえ、でも前よりマシになったよね。マシになった。いや、なんかさ、プルルルなんかあんじゃん、色見たって日がくるる感想でもさ、つられたルルルルだからわかる、うん、感想らへん、あそこめっちゃ汚かったんだけど、ルルルランララがでしょ。そう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 、 あそこ いつ聞いてもあの汚いんだけど、だからすっごい綺麗にピタッと合わせなきゃ綺麗に聞こえないの。うん、練習してそこ、なんかね、まずあやかが歌ってんじゃん、ハマちゃんの音聞こえんじゃんと、多分なんかイエーイの時みたいに綺麗にこう和音になってない、なんか人が多すぎて、あの一番聞こえないといけないところも混ざっちゃってなんか汚いって感じ。空き時間とかにこうみんなでこう集まってちょっとだけ練習したりとかしてたんですけど、ちょっと間違ってるところがあればメンバー同士でも言い合ったりとか、こう録音したのを聞いたりとかして、なんかここをもうちょっと違う風に歌おうとか、ここをなんかしゃくらないように歌おうっていうのをメンバー同士でこう言いながら練習できたのがすごい良かったんじゃないかなと思うんですけど、こう徐々にみんな良くなっているので、もっともっと本番に向けて良くなるんじゃないかなと思います。はい、こぶしファクトリーは6人いるんですけど、中でも私のパートはあの低いパートをいただいているので、その低いパートをでそのみんなにつられないように、まあ、みんなの録音した声を、元に私がちゃんと歌えるかっていう風に、家で練習したりだとか、あとはやっぱリズムが結構大切だよっていう風に言われたので、あのメトロノームを使ってリズムをこうやって体で覚えて歌う練習をしました。なんかやっぱり揃ってないところとかもまだ全然あるし、ダメなところもいっぱいあるんですけど、やっぱり6人となるとすごく合わせづらいところとかも結構あって、1人ずつがちゃんと音程出してないとずれちゃったりするので、そこをすごい合わせるのが今は大変なんですけど、井上玲ちゃんが今回ボイスパーカッションとしてやってるんですけど、私たち、まあ、井上玲ちゃんを抜く5人はメロディーとかそういう方をメインでやってるので、井上玲ちゃんとちゃんとリズムを合わせてやらないと成り立たないので、そこはその自分たち井上玲ちゃん以外の子たちもリズムを取らないといけないし、それでレイレイにも合わせないといけないしで、やっぱり今回はリズムも大切になってくると思うので、リズムを練習したいなと思います。すごかったね。すごいですね、とってもかっこいいそのもうこぶしファクトリーがこう今やっている秋ツアーのタイトルがですね、こぶしファクトリーライブツアー2017秋 Songs for You ということで、はい、こう歌をお届けするっていうコンセプトで、スタートしたツアーなんですけど、はい、もう本当にもう生歌アカペラじゃないですか、はいはい、それをこう本当に歌を届けるっていうのになんて言うんですかね、ふさわしいそうですねことをやってるなと思って、はい、本当にすごかった、とにかくすごかったです。すごいですよね、だって普段は私たちは歌で歌う部分しか歌わないじゃないですか、うんうん、だけどこぶしファクトリーさんはこの後ろの音楽の音を歌ってるってことじゃないですか、ズルルみたいなボンボンとかすっごいなと思ってそれライブで聴いてみたいなってすごい思いますね。こう全部完成したのとかもちゃんとね、はい、見てみたいですね。10月5日から行われているアンジュルム主演舞台演劇女子部夢見るテレビジョンよりこちらの映像をご覧ください。はい、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 
和田さ、下がって、はい、一段高くなってるよね。うん。はい。あ、そこだ。そこそこ。怖すぎる。あ、だったら大丈夫だと思う。みんながわーっと吐けていきます。一人残りました。で、そこから深呼吸に入るのがね、ちょっと早い。今、明かりチェンジに感じたよね。はい。一回暗くなって、その後、君にずっと明かりが当たってくるのを感じたら、うん、それになって。佐山聡太郎役の竹内あかりです。河合花子役の上國料萌です。石坂長介役の船木結です。私はですね、佐山聡太郎っていう大人の子の役を、はい、今回やらせていただいてるんですけども、うん、まあ、前回のアンジュルム主演でやらせていただいたモードの時は、佐山幸太郎っていう役をはいはいはい、幸太郎でしたね。そうです、今回2度目の男役なんですけども、その辺の関係性なども、このね、舞台を見ていただけたら、なるほどって思うようなセリフが入っていたりだとか、はい、そういったちょっと面白い部分を見つけていただけたら嬉しいなと思います。はい。そして私はですね、河合花子という役をやらせていただくんですけども、まあ河合花子さんはすごく最初はすごい純粋な、もうただ明るい女の子っていう感じなんですけど、うん、こう夢に向かってディレクターになるっていう夢に向かっていろんな挫折があったりとかもあるんですけど、またこういう仲間たちと一緒にこうどんどん上を目指して、こうやっぱり諦めずに頑張ろうって言って、こう終わった頃には結構もうなんか人が変わってるんじゃないかってぐらいこう強くなってる、うん、強い女の子になってるので、うん、なんかそういう変化も見てほしいなと思います。はい。そして私の演じる石坂長介さんはですね、はい、若手の放送作家の役なんですけど、すごく活字少年っていう風に活字少年の方から教わって、ね、はい、そうなんです、こう難しい言葉をたくさん言っているんですけど、うん、私普段そういう言葉をなかなか使う機会がないので、うん、これを機にすごく勉強できたなっていう風に思います。そうね、はい、ちょっと面白い要素がね、はい、結構たくさん含まれている舞台だと思いますので、はい、ぜひクスッと笑っていただけたら嬉しいなと思います。はい。橋場健一郎役を演じさせていただきます、佐々木理香子です。橋場健一郎という役はですね、まあ普段はいつもこの付き人の星みちると一緒にいる売れっ子役者という役なんですけれども、はい、今回私はちゃんとした男役っていうのを初めてやらせていただくので、まあ歩き方だったり言葉の言い回しだったりっていうのがすごく難しかったんですけれども、でも本当に新しいことに挑戦できたなって思っているので、千秋楽まで頑張りたいと思います。楽しみます。はい。星みちる役を演じさせていただきます、川村彩乃です。今回は佐々木さん演じる橋場健一郎さんの付き人という役なんですけど、はい、今回は衣装が着物、はい、ということで佐々木さんと私はかっこいいです、歩き方がね。そうなんです、結構歩き方とか動きとかダンスとかもいつもと同じようにはいかないので、そこに苦戦したんですけど、かっこよく演じれたらいいなって思います。頑張ります。頑張ってください。はい。私は、月岡娘という歌手を演じさせて、人気歌手を演じさせていただいてます、野田瑞希です。この役はちょっとセクシーな感じの役なんですけど、大人な女性を演じれるようにね、ちょっと健一郎にも絡みに行ったりしているので、はい、面白い役になっていまして、癖がね、ちょっとある役で、うん、動きに癖がある役なのでね、うん、そういう動きにもね、ぜひ見ていただきたいと思います。はい。ニート中役を演じさせていただきます、笠原桃奈です。はい。ニタチューンはメイクさんなんですけど、なんかメイクさんはちょっと器用っていうか落ち着いてるイメージがあるんですけど、うん、ニタチューンはなんか天然っていうか、なんかおっちょこちょで見ててあんまり落ち着きがないようなちょっと人なので、こうなんかまあいろいろついていくことにこうしたらいいのかなとか、こう稽古を重ねることに気づくところとかがたくさんあって、うん、なのでこう自分がそのお客さんから見てどういう風な人に見られてるのかっていうのは分からないんですけど、天然な人に見られてたらいいなって思います。はい。青梅昌司役の中西かなです。早乙女邦彦役の勝取里奈です。池上富江役の小田彩香です。私は
あのディレクター役です。あの今まで演じてきた中で一番なんていうんだろうな、なんかいい意味でも役が決まってないというかキャラがあんまりないので、だからこそちょっと難しいなって思う部分もたくさんあるので、自分の中でいろいろなんていうんだろう、一番人間味のある役、今までやってきて人間味のある役なので、ちょっとその感情が難しいなと思うんですけど、今回ちょっとそれを克服して頑張りたいなと思います。私はあの伊通持ちの部長という役なんですけど、あのまあ、部長っていう立場でありながら部下たちにどんどんこうやられてしまうというなんか気弱なあの役なんですけど、でも部長っていうなんかそのバランスを楽しんでもらえたらいいなと思います。なんかそれはまた自分の中で新しいなんかレパートリーが増えたというか、本当に新鮮な気持ちで今回あの演技をしています。私は、うん、池上富江、女性の鬼のプロデューサーって言われるような強い女性であり、すごくたくましいし、むしろちょっと悪い部分も出てくるんですけども、でもそれでも一番とっても人間らしくて、いろんな感情があるので悪い中でもちょっとずつ心の動きを見ていただけたら嬉しいなと思ってます。なんかちょっとやっぱりすごく大人で上からすごい見下ろしてる感じっていうのが今までの役ではなかったので、ちょっと、うん、難しい部分であり楽しい部分です。もう全体的にとっても笑えるというかコメディなところが多く、なんかしかもそれもそれぞれなんか人役だったり出来事があのメンバー自身に重なる部分も結構あったりするので、そういう部分も含めて楽しんでいただけたらいいなと思います。なんか前回のモードも結構笑いが起きてたんですよ、うん、でもそれ以上に今回もうキャラが濃すぎるので、もう多分いろんな人が登場するたびに笑い起こるんだろうなっていうのをちょっと想像できるぐらいなので、もうぜひたくさん笑って、そしてこの作品になんか勇気とか元気もらっていただけたら嬉しいなと思ってます。はい、今見た本当にちょっとの映像でも結構こうみんなキャラが濃いなっていうのがすごい思ったんですけど、はい、どうですか川村ちゃん演じてみて。はい、私はあの星みちるさんを演じているんですけど、あの髪の毛もこんな感じじゃなくもうすごい短い髪の毛になっていて、あと着物も着ているので結構な別人だと思うんです。であの役を演じてて私と重なる部分もたくさんあって、この舞台を通じて私もそして星みちるも成長していきたいなって思います。毎回一人ずつハロプロ研修生を紹介していきます。今回は2016年7月から活動を頑張っている北川亮です。北川亮です。2004年6月29日生まれの蟹座です。北海道蘭越町です。 B 型です。165センチくらいです。亮ちゃんです。天然って言われます。思いません。趣味は野良猫探索です。学校帰りに猫を見つけて写真を撮ったりします。田んぼの角刈りです。田んぼの角をトラクターや機械の入れないところなので人の手で刈ることです。総合です。お米を作る体験ができたのでそれで好きになりました。強そうな眉毛です。自慢できることは力仕事です。お米の袋を今まで運んだ中で60キロは持ってました。お米料理です。釜炊きです。うぐいす色です。
昔からうぐいす色がなぜか好きで、それで今もずっと好きだからです。やってみたいことは髪の毛の寄付です。猫派です。野良猫探索を趣味にしている通り、とっても猫が可愛いので猫派です。釣り竿です。お魚を釣って食べたいです。北海道の自慢したいところは、空気が美味しくて人が優しくて作物がいっぱい取れるところです。定期公演などのステージではとてもダンスや歌で苦戦したんですけど、それでもやっぱりステージに立つのは楽しいっていうことが分かりましたし、実力診断テストでは先輩たちの笑顔で緊張がほぐれました。キュートさんのダンスでバコーンです。元気が出る曲だからです。元キュートの岡井千里さんです。歌声もダンスもパワフルでとても大好きだからです。力仕事です。私は研修生になって1年なんですけど、歌もダンスもまだまだなので、もっともっと成長していきたいなと思っています。今伝えたいことを猫語で喋ります。ミャオ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 。これを訳すと、私はレッスンなどを頑張るので、これからも応援よろしくお願いします。以上です。よろしくお願いします。私は実力診断テスト、定期公演、オープニングアクトなどでの経験を積んできました。今まさに進化途中なので、その進化を見ていてほしいです。よろしくお願いします。北川亮ちゃん2004年の6月生まれっていうことで、はい、今中学1年生、はい、いやすごい中学1年生の割に大人っぽいなって。すっごい大人っぽいですよね。ね、なんかこう何々している通りって言ってるのとかもすごい大人っぽいなって思ったんですけど、その後にお魚って言っちゃったりとかでも、それもすごい、それがすごい子供っぽいなって思って、そのギャップっていうんですかね、はい、それがすごい可愛らしいなって思いましたね。60キロのお米を持てるってめっちゃすごいですよね。ね、60キロだって自分より重たいわけじゃん。そうですよね。もうとても力持ちでかっこいいなと思ったんですけど、あの北川亮さんは先輩のことを普段だと、普通私たちだと羽賀さんって言うじゃないですか、うんうん、だけど北川さんはあの何々先輩って言ってるんですよ。それがとってもかっこよくて、うん、あのそこにいつも注目しています。そうですね、これからの成長をどんどん見守っていきたいなって思います。あれこれしたいけど時間が足りない、言い訳ばかりして努力が足りない。ハロープロジェクトのメンバーが毎回テーマに沿って料理を習っていきます。こちらをご覧ください。せーの、カブシャクトリーです。野村みなみです。浜浦彩乃です。はい、今日は、はい、この2人が、はい、お料理を習いたいと思います。イエーイ。いや、普段私たち2人は、うん、なんかまあ人並みにはお料理をする方なんですけど、ね、今回は秋の味覚をテーマにしてお料理を作っていきたいと思います。イエーイ、楽しい。なんか秋料理ってあんまやんないかな。なんかさ、栗とかさつまいもとかかぼちゃとかさ、うん、あんま使った料理ってあんましないかもしれない。そうだね。そうだからいいですね。新しい発見ができそうです。それでは頑張っていきたいと思います。行ってきます。行ってきます。黒木先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日は何を作りますか。今日は里芋と鶏の味噌煮と栗ご飯でもいますか。おお、やったー。秋っぽいね。秋だね。美味しそう。里芋と鶏の味噌煮、うん、めっちゃ美味しそう、うん、じゃあやりましょう。お願いします。じゃあ先に米、はい、米じゃねえな、ご飯炊いておきますか。時間かかりますから、ね、そう、先にかけておいて、で、はい、他のことやりましょう。じゃあね、これまず
今日サンゴのお米です。はい、サンゴのお米、多いですね。それで水加減とかは特に変えないで普通に白いご飯炊く、そういう分量で一緒でいいんです、ね、うん。で、本当はね、 もち米入れてやったりするんだけど、はい、まあそんなの入れねえでもいいやって感じなんですけど昆布だしを使って炊いたりするもんなんだけど、はい、それだとめんどくさいでしょ。だからね、これ昆布茶、昆布茶、うん、お茶、これそうそう、これでこれ塩気もあるし昆布だしでやった代わりになるんで、すごい、多い方が美味しいから全部全部すごいな、栗まみれだなこれ。結構多い、栗が多い、ちょっと多すぎたねこれ。多すぎたかもしれない。少し取ろうか。じゃあこれ炊きます。こう落としてでね、こう、あ、出た苦手なやつだよ、苦手なやつ。えー、できるかな、うん、両端をまずね、落としてください。うん、もう家のより重い。どんぐらい切ればいいですか。そんぐらいですよ。落としてください。そう、今みたいな持ち方のが、うん、危なくないね。あ、里芋初めて剥くんですよ、私。あ、本当。はい。全然いけない。そういう感じで、野村さん、それでいいっす、いいっす、うん、いい感じです、今の。今の調子で、慎重にやってください。今の調子で。ふい。なると、うん、あ、うまいね。真浦さんの方がちょっと危なっかしいな。今回いいですか。うん。いいっすね。大体、できましたね。はい。はい。次は鶏肉です。こういう感じの大きさにちょっと切ってみてください。はい。最初は、うん、押したり引いたりギコギコでもいいですよ。スーッて一発で切らないでも。あ、でもいい感じで切れてるじゃないですか。で、浜村さん、切れたらそこのボウルに入れておいてください。はい、ここも切っちゃう。はい、そんぐらいしておきますか。これでいいですかね。ちょっとでけんじゃねえかな。それ反応してた方がいいかもしれないね。これいいですかね。はい、いいです。今日お二人ともお上手ですね。はい、じゃあ、はい、とりあえず芋を煮て、はい、途中からこの鶏肉足すような感じですんで、はい、うん、まず芋、湯がいて、もう戻すとかそういうことしないでもう煮ましょう、はい、煮ましょう、うん。それは何ですか。だし、かつおだし、かつおだし、うん、をひたひたよりちょっと下ぐらいでも大丈夫かな、うん。どれぐらい美味しくなるだろうなっていう量入れてみてください。いやいや、怖い怖い。美味しくなくなっちゃうかもしれない。いいんだよ、じゃあ入れろか。適当でいいんだよ、こんなの。適当でいいんですか。これぐらい。こんぐらいか。結構の量入れてない。うんうん、ほどほど入れて。大さじどんぐらいですか。いや、大さじ、これ大さじじゃないじゃん。これ大さじだと、結構数えなきゃいけない。そう、5杯ぐらいかな。5杯ぐらい、うん、で、あと。あと。嘘、砂糖。ちょっと家で作ってみたいです。砂糖入れちゃうか。じゃあもう砂糖もね、砂糖は大さじ何ぐらいですか。大さじっていうか、このよく見るスプーン大きいスプーンに。これよく見るスプーンじゃないのかな。でも大きいスプーンありますよ、ね、うん、大体2杯、大さじ4ぐらい。あ、そうだね。大さじに直すとね、5ぐらい。あ、5ぐらい、うん、で、落とし蓋。落とし蓋、うん。おー、ね、この状態で、はい、落とし蓋をして煮ていきます。汁がたっぷりのもんだったらこんなことしないでもいいんだけど、ひたひたぐらいので、はい、強い目の火でバーって煮ていくようなものはだいたいこう落とし蓋して、はい、おー、今ね、はい、砂糖と酒を入れて、はい、ちょっと5分ぐらい煮てたところです。で、そうしたらここにそろそろ味噌を入れていきますか。はい、うん、後から足せるんで、はい、味噌は薄いぐらいで最初はいいです。薄いぐらい、うん、これぐらいかなって思うんでちょっと入れちゃいます。はい、ちょっと待ってよ。大さじ1ぐらい、2ぐらい。大さじにこだわりますな。なんかまあ本当はそうじゃなきゃいけないんだろうけどね俺がおかしいんだろうけどね、うん、大さじ2ぐらい、2ぐらい、うん、なんで好きな感じで。目分量で入れられそうだけどね、うん、あ、かっこいいですね。
私測んないとダメ派なんですよ。ああそっか、うん、慣れてくればね、あのこのタイミング、はい、味噌入れたぐらいのところで鶏入れちゃいましょう、霜降りした鶏肉ね、はい、いけいけ、おお、美味しくなるよねこれね。これで煮ていきますまた、はい、これもうだいぶね煮詰まってきてんだけど、もう一息ぐらいなんだよね、ここでちょっと味を見といていただきたいです。はい、はい、ありがとう、できます。あ、美味しい、少し甘めぐらいだよね。甘いですね、うん、甘い。これもう少し煮詰めていくと、ただあのちょっと甘めぐらいじゃないと味が濃いと、あのしょっぱいのが立ってきちゃって、あのそうなんですね、そう食べづらくなっちゃうから、ちょっと甘いぐらいで今ちょうどいいぐらいだと思うんで、これぐらいであのもう一息煮詰めていきましょう、はい、でその前にちょっとこう隠し味ですね。そうそう、ちょっと隠し味ごま、練りごまをちょっと落としたりするとちょっと一風変わった感じになっていいんで、普通にまあ生姜を落としたりしてもね、はい、いいんです、うん、美味しそう、うん、匂いがいい、ね、匂いがいいよね、もうだいぶいいんじゃないかなって感じです。結構ごまの香りもしてきました。あ、違う、うん、美味しい、美味しいね。まあちょっとね、変わった風味というか、うん、で、いい、味が変わった、これに、刻んだ柚子とかをパラパラって食って、あの出すとかそういう感じなんだけど、今日はありません、はい、ごめんね、確かに、こういう感じの量、はい、うん、これでね、いい感じになったと思うんですよ。あ、変わった、ちょっと味を染みてねっていう感じで、美味しい、美味しい、いいか、美味しいです、ね、完成で、完成、完成です、完成、完成、はい、じゃあ栗ご飯、ちょっとドキドキしますね、ちゃんとなってるかどうか、ちゃんとなってるか、お、開けますよ、はい、お、俺、開けちゃっていい？いいですよ、うん、わ、わー、できてる、うん、色んなにする、まあね、あの50分も40分も50分もこう炊いてるからさ、うん、あの栗に火が入んねえなんて間違ってもないから、うんうん、火が入ってれば OK、 そうそう、そういうこと、大丈夫だから全然、栗ご飯完成です、イエーイ、美味しそう。それでは栗ご飯と里芋と鶏肉の味噌煮いただきましょう。いただきます、せーの、いただきます。美味しそうですね、ね、どっちから食べる、ね、こっちから食べたいな。 OK、 じゃあ麦茶から飲むね麦茶美味しい、美味しそう、どっちも、いただきます。どうですか、うん、なんかね、里芋にもう味噌の味もちゃんとついてるし、うん、なんか鶏肉も味がしっかりついてるから、うんうん、なんか結構さ、タレにさ、とろみがついてたじゃん、うん、里芋のおかげで、かそれがしっかり絡まってて美味しいです。おー、じゃあ私も食べよう、美味しい、これ一緒に食べるのが普通だよね、うん、一緒に食べたのが美味しい、いただきます。里芋と鶏肉の味がすごいマッチしてて、なんかよく家ではそのイカと里芋とかはあるんだけど、なんか味噌煮だからかすごい合うっていうか、すっごい合う、日本らしいね、美味しいですね、美味しい、これはもう食べないと、栗ご飯いただきます、うん、これ昆布茶のね、いただきます。でも黒木先生曰く、うん、もうちょっとね、昆布茶を入れた方が良かったかなって言ってた。ほんと？うん、でも結構美味しいけどね、これ栗と一緒に食べない、栗の味がするからもう全然食べれるけど、
通に美味しい。美味しいよね。うん、全然美味しい。もしかしたらもうちょい入れた方が美味しいのかもしれない。うん、でもなんか味が結構濃い人、うんうん、濃いのが好きな人とかはやっぱりまあちょっと濃いめでもいいのかなって思うけど、うん、私は結構薄い味が好きな派なんで、だからこんぐらいがちょうどいいな。栗も甘いしね。うん、ということでね、うん、両方とも美味しくできたね。両方とも美味しくできた。よかった結構皮むくのとか大変だったけどさ、うんうん、でも楽しかった、すごい楽しかったよね、うん、あれも結構初めてぐらいでやったからなんかちょっとできる気がしてきた。私もやってみたいと思います。結構簡単だったしね。そう、なんかこのね味付けの、うん、すごい黒木先生は目分量だったんだけど、うんうんうん、なんかこれが美味しいじゃん。そうね、だから家でもこれを再現して作れるかね、どうやったら作れるかと。まあ失敗2回でできるって言ってたので2回失敗すればできちゃうから、2回失敗すればできるって言ってたんで私も2回失敗して美味しいのを作りたいと思います。ぜひ作ってみてください。バイバーイ。美味しそうだったね。美味しそうですね。もうすぐお腹が空きましたはい、あかねはあんまり普段こうお家で料理とかしないんですけど、はい、どうですか、料理しますか？私は結構料理する方だと思います。あ、そうか、鰹節削るんだもんね。そうです、あの私魚をさばくのが得意で、すごい、いろんな魚をさばいてるんですけど、あのさばくのって包丁結構使うんですけど、うん、今回里芋をこう剥いてたじゃないですか、うん、そうね、あれ剥けるのすごいなってすごい感動しちゃって器用だった、はい、あと里芋ってあんなに可愛い形をしてるんですそうね、なんか模様とかも可愛かった、はい、ちっちゃくてコロコロしちゃってすごい可愛かったです、はい、あとあの目分量でこう全部料理してるじゃないですか、うん、それがすっごいかっこいいなと思って、ね、なんか私も結構野村さんみたいに、うん、あの大さじ何かすごい気になっちゃう派なんですよ。はかさんはどうですか？もう料理しないから全然わかんなくてだからこう何目分量とかでも全部できちゃうって聞いたので、料理ができない私でもぜひぜひやってみたいなって思います。続いてはモーニング娘。ワンセブン横山玲奈のヘアアレンジ映像をご覧ください。モーニング娘。ワンセブンの横山玲奈です、今回はヘアアレンジということで、私よりも、まあ、ちょっと髪の毛が短い子でもできる、ポニーテールを今日はちょっとやってみたいなって思うんですけど、あの髪の毛が短い子ってやっぱポニーテールするのって難しいじゃないですか、髪の毛短い分。だけどちょっとあのアレンジを加えるだけであの簡単に可愛いポニーテールができちゃうので、ちょっとやってみたいなって思っています。じゃあ早速始めたいと思うんですけど、まず、髪の毛をここで半分に櫛で分けます。これも本当に適当で大丈夫です。本当こんなぐらいとか気にしなくても全然大丈夫なくらい、不器用な子でも絶対できます。私が不器用なんで編み込みとか可愛いけど難しいじゃないですか。私本当に苦手なんですよ、編み込みするとか髪の毛きれいにまとめるとかが難しいから。2つに分けた上の髪を結んで、下に残っている髪をちょっと上目で一つに結びます。これはあのちっちゃいゴム、こういうちびゴムって呼んでるんですけど、ちっちゃいゴムを使って湯沸くとあんまり目立ちにくくなるので、そっちの方がいいんじゃないかなって思ってます。はい、こうやって普通に結びます。こんな感じで、そしたら今度これをこの上で結んであった髪をほどいて、ひゃーん、ほどいてこの下で結んだ髪と合体させるんですよ。そうするとちょっとこの下で結んだ髪が上に上がるので、その分ポニーテールも上に結ぶことができるっていう裏技、裏技じゃないかもしれないんですけど、みんな知ってるかもしれないけどね、スプレーを使って固めれば、やっぱスプレーはすごいですね。髪の毛絡んじゃった。で、
で、そのやっぱ2つに分けることによっていっぺんに結ぶ量が少なくなるので、なんかそのまとめるのも簡単になるんですよ、その分。だからあの私みたいな、 なんか髪型をちょっとあの簡単に可愛くしたいって思っている方には絶対におすすめなんじゃないかなって思ってます。絶対おすすめですよこれ、本当に簡単ですもん。よいしょ、これでピピって結ぶ。ここを今か、私黒ゴムなんですけど、普通のあの可愛いシュシュとかにするのもいいんじゃないかなって思ってます。シュッ、よし、こんな感じですかね。私はよくポニーテールするときに絶対こうやって2つに分けて下を結んで買って1つにまとめた方があのやりやすいって思ってるんですよ、自分的に。だから絶対そのいっぺんに全部上にガッてまとめるよりは、こうやってあんまりポニーテールだから目立たないんですね、ここで結んでても下で結んでても。だから絶対にこっちの方がポニーテールは簡単に、しかも時間もあんまりかけずにできるんじゃないかなって思ってます。完成しました、私のポニーテール。普通のポニーテールだけど、ちょっとアレンジを加えるだけで、あの短い髪の毛が少し短い子でも高いところで結べたりとかできるので、ぜひ、私参考にやっていただきたいなって思っています。バイバーイ。いや、あのさ、はい、ポニーテールしてるさ女の子って可愛くない？可愛いです、すごい可愛い。なんかそう、よくこうモーニング娘。合わせ分だと牧野マリアちゃんが結構ポニーテールしてたりとかするんですけど、はい、ポニーテールしてる女の子ってどうしてあんなに可愛いんだろうって。すっごい可愛いですよ ね。サラサラとなびく髪、とても可愛いです、ね、すごい素敵な女性に見えるし、あかねもこう結構長い髪の毛が自分の中で自分に似合う、あんまりあれかなって思ってるからちょっと短めにしてるんですけど、はい、だからこうなんかこうヘアアレンジあんまできないなって思うんですけど、こうすごいこう横山ちゃん自分でこうアレンジして短くてもできるポニーテールとか編み出しちゃっててすごいなって、はい、すごいですね。なんか私も結構髪の毛が伸びてきてって言ってもあんまり長いわけじゃないじゃないですか。だからさっきレイナが教えてくれた、うん、半分2つに分けてくぐるポニーテールやってみたいなって思います。いってらっしゃい、今日も一日頑張ってね。ここでは視聴者の方から送っていただいたメールに2人でお答えしたいと思います。では私から芳賀さんへの質問メールを読みたいと思います。はい、ペンネームラゾセさんからです。ありがとうございます。徐々に秋も深まってまいりましたが、あかねちゃんが好きな秋の匂いは何ですか、とのことです。そうですね、私結構匂いフェチっていうんですかね、匂いが大好きで、特に冬の朝の匂いとかがすごい好きなんですけど。わかるわかる、すごい初めて共感してくれる人がいた。もうはーって感じですね。そう、なんか鼻にツンってくる匂いがすごく好きで、まあ好きな秋の匂いっていうことなんですけど、好きな秋の匂いは金木犀の香りなんですけど、金木犀ってあのオレンジ色のちっちゃいお花の、そう、匂いがすごく好きで、あのもう秋を感じさせる匂い、すごくこうなんていうんですか、フルーツ系な、なんていうんですか、柑橘系の匂いがすごいして、私結構私のあの家のお庭にもあってですね、金木犀の木が、だからこう秋になると毎日匂いがするんですけど、すごく私が好きな匂いです。というわけで、次は私が川村ちゃんに読みたいと思います。はい、ペンネームイサダヨンさんからです。ありがとうございます。川村彩乃ちゃんの特技はカツオをさばくことだそうですが、はい、ぜひ黒木先生と料理コーナーで対決してほしいと思っています。ところでお寿司の好きなネタは何ですか、やっぱりカツオですか、とのことです。はい、どうなんですか。お寿司で好きなネタは卵です。そう、あのカツオも好きなんですけど、うん、卵が何より好きですね。わかる、回転寿司に行くと卵を
たくさん食べます。あかねもこう海鮮ダメだから、ね、卵とかいなり寿司とかばっか食べちゃうんですけど、美味しいよね卵って。卵は本当に美味しいです。欠かせないと思います、本当に。ハルステの MC に答えてほしい質問をメールで大募集します。お名前、質問内容、誰に答えてほしいかを明記の上、ハロステアットマーク gmail.com hellosute アット gmail.com まで送ってください。お待ちしてます。頼りになるのは君だけだよ。エンディングです。今回初めての MC だったんだよね、はい、どうでしたか。私はハロステの MC が初めてですっごい緊張してたんですけど、ハガ、うん、さんがお隣でお話ししてくれるということで、なんかすごくふわっと安心したんです、うん、いやそんな、もう本当に楽しい時間を過ごせました。よかったです。もう私もちょっと今日はこんな声ですごい申し訳ないなって思ったんですけど、まあ、ポジティブに言えばレアなハガアカネを今日は見ていただけたんじゃないかなって思います。そうですね、私と川村ちゃんはある一つの共通点がありまして、はいね、はい、工藤遥さんが大好きなんですよ。大好きです。そういう本当にね、多分本当にハロープロジェクト内じゃ負けられないくらい本当に大好きなの で、また今度一緒に語りたいなって思います、はい、語りましょう、はい、さてそれではここで次回のハロステ MC を5つのキーワードで私たちがご紹介します。はい、いきます。じゃあせーの、ザン3。はい、じゃあ私から、この方はスタイル抜群ですごく足が長いです。はい、そしてもう超高顔、もう本当に8頭身9頭身ぐらいあるぐらいスタイル良くて小顔です。そして大のラーメン好き、もうラーメンを1週間に何杯も食べたっていう話もよく聞くんですけど、はい、それくらいラーメン好きで、あと、丸々大佐でありますっていう有名なやつ、はい、そして初代のなみなへそんとこよろしくのあの方です。はい、私は歌がとても上手です。そしてスタイルがいいです、うん、そしてなんといってもパフォーマンスと普段のギャップがすごくてめっちゃ萌えます、うん、かわいい、かわいいです。そして情熱を解き放とう、うん、いいですよねここね。そして最後はなんとかじゃけーかわいい方です、方です。というわけで次回がこの2人が MC を担当してくれます。お楽しみに。今回の MC はモーニング娘。ワンセブンの羽賀茜とアンジュルムの川村彩乃でした。またお会いしましょう。バイバーイ。